小学生の時にゲームボーイアドバンスのカセットとかもろもろ入った一式の袋を自転車のカゴに入れたまま置き忘れて盗まれたことがあります。極上ピンクの富田大輝です。やっていきましょう。極上ピンクの富田大輝です。頑張っていきましょう。極上ピンクの富田大輝です。お願いいたします。極上ピンクの富田大輝です。よろしくお願いいたします。もうすごく悩ましたね。小学4年生の時ですね。家着いて家の駐輪場のところに自転車置いてそのまま家上がって、で、あっ、ゲームがないと思って下降りたらもうすでになかったっていうことが15年ぐらい前にございました。なんで今こういうエピソードがね、出たのかっていうのは、後々分かってくると思いますんで、またご視聴お願いいたします。はい！ということで、今回なんですけれど、NHK マイル2023やってきました、NHK マイルですよ。3歳馬、まあね、選手、天皇賞があって、もう G1 続いてね、もう今、後半に差し掛かってる春の G1 ではあるんですけれど、まだ私、皐月賞の1勝しかしておりません。はい、大変申し訳ございません。なんとしてもね、この NHK マイルだけはマジでね、勝とうと思いますんでね、この後予想の方ね、させていただければかなと思いますんで、ご視聴の方、お願いいたします。それでは、なんですけど、ここで一つだけ宣伝させてください。今ですね、プレゼント企画開催しております。対応の内容なんですけれど、任天堂スイッチ、こちらをですね、僕の馬券が当たれば皆様にプレゼントさせてもらいます。応募方法なんですけれど、まずこの YouTube のチャンネル登録の方をお願いいたします。そして Twitter、Instagram、どっちかやってますので、そちらのフォローと、ダイレクトメッセージ、DM ですね、スクショを載せていただければ僕の方で確認させてもらいますので、そのね、応募方法だけ守っていただければプレゼントを差し上げますので、よろしくお願いいたします。応募期間なんですけど、5月31日までの応募期間となっておりますので、皆さんお早めの応募お待ちしております。それでは動画の引き続きどうぞ。まず NHK マイルカップで、ね、どういうレースかと申しますと、東京競馬場、芝 1600m の左回り全17頭が出走する予定になっております。毎年ね、 NHK マイルって基本荒れてます。昨年もね、3着が18番人気の川北レブリーとかが来たりとか、その前とかだったらもう1着が9番人気とか、ガチガチで決着つかないですよね。基本は出てます。私も過去4年ぐらいね、 NHK マイルはやったことあるんですけど、なんかね、うわ惜しいなって思ったことがないです。いつも結果見て、えっ、なんちゅうレースみたいな感じなんで、もう非常に難しいですね。どれぐらい難しいかっていうと、ポケットモンスターのルビー&サファイアで四天王を買って、なんか最後の方に行くと伝説のポケモンラティオス、ラティアスが出現するんですよ。でそれはもうほんまにこう草むらで帰ってたら急に出てくるんですけど、それをモンスターボールとかハイパーボールだけで捕まえるぐらい難しいですね。はい、その中でね、ちょっと予想の方はさせてもらったんですけれど、今回の NHK マイルの参考レースとしては、一番こう最近のレースだったらニュージーランドトロフィーG2 であったレースだったりとか、あとはクイーンカップだったりとか、アーリントンカップかなだったりとか、アサヒ杯フューチャリティステークスだったりとか、その諸々で、まあ、来てる馬だったりとか、明日5月7日の日曜日がもう朝から雨予報なんですよ。雨予報のおそらく馬場がね、荒れると思うんですね。両馬場じゃないと思うんですよ。その中で、まあ、やや馬だったりとか、重馬とかで、まあ、やっぱ来てる馬が一番来やすいんじゃないかなって。っていう、あくまでもそこの予想しかできなかったです。その中でちょっとまあ軸は決めれてないので、一旦何頭か上げて、その中でちょっと絞りたいなと思います。じゃあちょっと言っていきます。まずですね、2番モリアーナ、これニュージーランドトロフィー4着だったんですけど、タイム差は全然悪くなかったです。瞬発力のある馬なので、東京の競馬場には非常に向いてるですかなと思います。続きまして3番ウィンブライル、こちらニュージーランドトロフィー2着になってます。こちらもね、瞬発力のある馬ですし、こっちも 9番人気 2.4 倍とかですし、あとお父さんがロードカナロアっていう結構短めのスプリンターの大馬さんってことで、長距離よりかはちょっと短距離に強い馬かなと思います。続きまして4番ショーモン、これもアーリントンでね、3着になってます。ホームババーの中ね、ショーモンには向かないレースだったんですけど、その中でもうまいことね、3着に入ってるんで、まあ、全然ありかなと思います。8番
セッションですね。これもアーリントン2着に来てます。はい、これもね、オモババの中でね、まあこれはセッションに向いたレースなんで、評価は別にめちゃくちゃするほどでもないんですけれど、まあ、それでもね、実力はある馬かなと思います。10番のオーバンブルマイ、これも、アーリントン1着になってまして、まあ、これも同じくね、そんな評価はできないんですけど、雨の中、重ももでね、来てるんで、全然レースとしては十分に戦えるかなと思います。11番のシャンパンカラー、これニュージーランドトロフィーで3着になってるんですけど、1着とのタイム差そんなないんですね、これも。なんで全然今回の NHK 前で来てもおかしくない。15番のカルベローチ、もうこれファルコンステークスっていうですね、これも大ボババの中で2着に来てるんですね。なんでこれも、しかも出遅れての2着なんで、まあ、十分に戦えるかなと思います。18番ダノンタッチダウン、これね、名前聞いたことあるかなって思う人も多いと思うんですけど、こちらはですね、今回前の皐月賞で18着に負けてしまったんですけど、この皐月賞に関しては正直ね、仕方ないかなと思います。ダノンタッチダウンに全然不向きのレースだったので、まあ、2000m という距離の延長もあったので、まあ、全然18着になってしまったんですけど、全然評価下げる必要はないかなと思います。むしろ旭海フューチャリティステークスで、まあ、ドルチェモアに佐田氏が2着まで行ったことが評価できる内容かなと思いますので、まあ、1600m のレースだったら、まあ、大外ではあるんですけど、全然戦えるかなと思います。以上ね、この8頭、はい、モリアーナ、ウィンブライル、ショーモン、セッション、オーバンブルマイ、シャンパンカラー、カルベローチェ、ダノンタッチダウン、この8頭でちょっと今日以降で、ね、明日までに軸を絞って、まあ、3連単か3連複なりで、まあ、変えればいいかなと思うし、3連複で軸2頭かに絞って変えればかなと思うんですけど、まだ現状ちょっと分かんない状態です。 HK までね、まあ、非常に毎年ね、あれって難しい、なかなか勝ちにくいレースだと思うんですけれど、逆に言うとここ勝てばね、もう一気にプラス収支になってくるかなと思うんで、ちょっとここね、今日中に考えて、明日までにね、決めればかなと思います。またそちらの方はね、インスタグラムやツイッターの方に載せてますんで、ぜひともそちらの方も参考にしていただければかなと思います。ということで、今回 NHK マイルカップの予想は以上でございます。今回のね、こちらの予想の方、ちょっと参考になりにくかったですね、今回に関しては。参考になりにくいと思うんですけど、まあ、NHK マイルがね、どれだけ難しいレースなのかっていうのがね、分かりやすかったから、いえば、ぜひともチャンネル登録と高評価の方お願いいたします。逆にね、もう全然分かんなかったよとか、お前は何をゲームで済まれてんねんとかって思うね、もうお前はバカだなって思う人がいましたらね、ぜひともチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは今回以上となります。またありがとうございました。